ワン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  ABC ラジオ祭り2015武田和歌子もホワッと。皆様こんにちは。わあ、たくさんのリスナーの方にお越しいただきました。万博記念公園の下の広場からお届けしてまいります公開生放送万博記念公園朝から行われている今年のラジオ祭り、こんにちは。いやー、年齢層の幅広い皆様、本当に今日はお越しいただいてありがとうございます。1時30分ピタッとになりましたよ。武田和歌子です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日ちょっと少しぎっくり腰になりまして、痛みがなくなりました。皆様のお顔を見ましたら本当にどうもありがとうございます。朝からこの下の広場でお届けしている公開生放送、朝一番からもうずっとお越しいただいている方も大変多いかと思いますが、いいお天気になって本当に良かったですね。ただもう謝らなくてはなりません。ちょっとようやく今雲出てきましたけれども、私ラジオで防寒対策しっかりとってお越しくださいと、今降りてきた先輩方が汗びっしょりでした。はい、私たちもここから思いっきり汗かいて冷や汗にならないように、1時間番組をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありえないコラボレーションがこの下の広場で繰り広げられておりますが、私たち武田和歌子のピタッとは、金曜日正解正解1ポイント。そうなんです、お昼3時から私たちお届けしておりますけれども、金曜日にパワフルアフタヌーンお届けしている兵藤大樹さんのホワッとチームとここから完全対決と参りましょうか。どんな化学反応が起きるのかはぜひ会場のお越しのリスナーの皆さん、そして今 ABC ラジオでこの時間楽しんでいる皆さん、承認になっていただきましょう。さあではまずは武田和歌子のピタッとチームからご紹介します。小早川秀樹、小早、そしてアズマッチ、サーサの登場です。どうもどうも、こんにちは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 、はい、やっほー。さあピタッとチーム、ぜひ一言ずつ自己紹介と、はい、そして意気込みをどうぞ。 ABC ラジオ祭り帰ってまいりました小早川秀樹です。どうも、はじめまして。そしてどうもアズマッチです。そんな喋り方じゃない、よろしくお願いします。普通でいいよ、普通で、はい、どうも精一杯、完全にかぶる帽子を季節間違えました。サーサです、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は下の広場からのピタッとチームですけれども、はい、若干1名この大集合しているラジオ祭りにお休みをさせていただいております井上チャルさんですが、今絶賛スーパー歌舞伎セカンドワンピース出演中、頑張っております。今日の様子もちゃんとあのラジオを通じてまたチャルさんに届けたいと思いますので、皆さん大阪公演の際にはスーパー歌舞伎セカンドワンピース楽しみにお待ちくださいね。さあ小林、はい、ね、あの番組を支えてもらって初めてこうしてラジオ祭りじっくりと楽しんでもらってるはずですが、はい、そうですね、もうあのこうやって目を合わせてね、皆さんがまずこの笑顔というのが、うん、何よりもこの1時間何が起きるかわからないんですけれども、すごく今パワーをもらっているような気がします。いや小林、声と顔の印象、お越しの皆様はいかがですか？かっこいい。男前としか言うね、言いようがないですよね、皆さんね。すみませんね、ごめんなさいね。アズマッチ、声と顔の印象いかがですか？イエーイになりましたね、変わりましたね。意味は分からへんけど、まあプラス思考にとっておきますわ。そうやね、行きました、ほんまにね。そして今日はサーサはこの後、実はこのステージともう一つ、はい、ね、コンサートもこの後控えてますので、あっちのステージで、あっちの祭り広場のステージで、パフォーマンスステージで、はい、あります。ぜひさあチアーズと、はい、コラボのステージもあります。どうぞ皆様この後も楽しみにお待ちください。はい、さあでは、はい、ご紹介してまいりましょうか。今日私たちと一緒にコラボレーションをしてくれますのは、兵藤大樹のホワッとええ感じチーム、兵藤大樹さん、宇野ひろみさん、小泉恵里さんです。よっよっ、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、ありがとう、おい、はい、こんにちは、ありがとう、いらっしゃいませ。どうも、いやす
ごい盛り上がりですね。そうですね、兵藤さん、ね、よろしくお願いします。すいません、ラジオで見えないと思うんですけど、一人能天気の男が混じってますね。あれあんたや、あんたあんたや、あんたや、私ですか、あずまさん、どうなってんの。やっぱりね、もうね、こういう若いピチピチした肌とかもうないでしょ、私たち。え、あ、小林みたいな。あ、20代ですよ。学天則の方じゃない。違います違います違います、もっと言ったら朝声声さんでもないです。いや、男前が ね、 ね、今武田和子さんの、はい、さんが今あれなんですか、お休みしてるんです。お休みしてるんですよね、はい、そうなんです。その代打で、はい、ね、DJ やって聞きましたよ。そうなんですよ。そうですね、ほんまはこんなあっさりした顔してるけど、むちゃくちゃ腹黒いらしいですから。全然そんなことないですからね。やめてください。言えば言うほど風評被害ですよ。そうなんです。いやでも好きで、さあさあ、そうなんです、さあ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 、言いにくいですよね。さあさあ、めっちゃ言いにくい、すいません、さあばっかり、ね、こうしてあの兵藤さん、はい、ふわっとええ感じチームで、はい、ご登場いただく ABC ラジオ祭りって、ね、初めてです。初めて初めてですよね。あのさっきあの向こうの広場で、お祭り広場、お祭り広場の方で3人でやったんですけども、はい、見事に浮き足立ちましたよね。あの本当にお客さんが戸惑うっていう空気になりましたけども、ね、ものすごい気に使わせましたお客さん。そうでございますよ、エリちゃんもね。そうなんです、初めてで、うん、もうやっぱりずっと来たかったんでね、毎年。そうそう、はい、ね、嬉しいよね、こうやって見てる相手 ね、 ね、うん、そうですね、今みんな写真撮ってるけど、はい、俺は密かにどっちを向いてんねやろっていうのがもっと気になる。誰を撮ってんのかがね。そうですね、若子さんですかね。いやでもアズマッチのこのパワーには負けますよ、兵藤さん。何のコンセプトなんですか今日は。はいはい、ハロウィン終わってますよ、だって。これ何、これを、鳥、鳥、不死鳥、不死鳥ね、不死鳥、フェニックス、フェニックスです、ね、今日は全員揃いのオレンジのハッピーでステージに登場しております、はい、ね、あの番組とはアズマッチが兵藤さんの草野球でコラボして以来ってことになるわけですか。そうですね、そうですね、はい、本当にあの武田和歌子さんのね、あの番組とコラボして草野球してるんですけど、ね、はい、やってましたね、武田和歌子さんは一回も来ていただけないそう、見物すら来はったことないですもんね。あの ABC の廊下ですれ違う時は満面の笑みなんですけど、まあその辺やっぱりクールだなっていうのが家庭もありますからね。そうそうそう、次はもう肩温めていきますんで。でも本当にあの楽しく仲良くやらせていただいてるんで、はいはい、そうなんです、思えば多分ピタッととホワットは番組開始が同じ年の同じ時期なんです。そうですよね、そうなんですよ、同期ですか。同期になるんです。あ、そうですか、はい、実はなんですけどね、実はね、実はなんですけども、なんならもうタメ口でええんちゃう。それはちょっとしましょう。また違います、はい、また違う話ですよ、はい、で今回あのフォワットチームとピタットチームで何をこのステージでするかといいますと、はい、お互いの番組のリスペクト、これがコンセプトになってます。はい、はい、武田和歌子のピタッとからは恒例の無茶振りルーレットという生放送でルーレット形式でお題を無茶振りでやるというものがあって、はい、で、はい、兵藤さんのフォワットええ感じからは背景お前、はい、で理想高尾の恋はジェットストリーム、滑るでこういうとこですか、で大人気のこの2つのコーナーね、兵藤さん、兵藤さん、兵藤さん、テントウムシが歩いてる、どこどこ、テントウムシが歩いてる、ほんまや、優しい人にしか止まりませんからね。選ばれた男、選ばれた男、飛び出しました今。ちょっと臭かったんやろ、誰が臭いの、誰が臭いの、匂いがあるとこ、誰ほんまに。はい、こんな感じでピタットとホワットのコラボレーションでお届けしていこうと思っております。はい、あの無茶振りルーレット、これからこう流れますんで、はい、ルーレットの名前、呼ばれた方がお題に答えるためにこの三八マイク、センターマイクに来てもらう、はい、これ低いですよ、誰に合わせたの、これは低いですね、これ上げてくれ、サーサーさん、でもサーサーさんでも低いですよ、ちょうどいいです、ちょうどいいです、ちょっと上げましょうか、ありがとうございます、はい、はいはいはい、さすが、やっぱちゃうね、さすがちゃうね、ありがとうございます。ということで、お届けしてまいります ABC ラジオのラジオ祭り2015、今回は兵藤大樹さんのホワットええ感じチームと武田和歌子のピタッとチームのコラボレーションです。この後も引き続きよろしくお願いいたします。創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015、武田和歌子も、武田和歌子もホワット、 ABC ラジオ祭り2015、武田和歌子もホワット、万博記念公演生放送ステージからお送りしています。
せるぞって決めると道場さんのカレーうどんが美味しすぎる。ムカつくお前にお手紙を。背景お前よいしょよいしょ来ました。いいぞいいぞ。ということで創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015武田若子もホワット。この時間は京都大輝のホワット A 監視の午後1時を待ってます。 FM 感がきついめちゃめちゃ遅いね。早いよね、まあまあ、ルール説明はもう、もっと DJ 風で本気の DJ でやってみて。お願いします。行きたいです。ということで創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015武田若子もホワット。この時間は京都大輝のホワット A 監視午後1時からの人気コーナー背景お前リスペクトしてお送りします。かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。かっこいい。宇野さんも半身で聞いてます。もうさずっと追ってここここですか。ここかねここっておかしい。番組に追って。番組に追って ABC 局内に入れてください。万博に置いとかってください。うわーねっちょりした感じが全くないですね。ないよな。いつものねっちょりした感じ。だからまあルール説明をしたところで、はいはい、そうですね、リスナーの皆さんからねムカつく相手に手紙で丁寧に文句を言うというコーナーです。ステージ上の皆さんに背景お前準備はもう OK ということですよね。はい、はい、一応例として、はい、本当に放送に送ってきていただいたやつを今から読ませていただくんで、はい、皆さんはですね、はい、それを、まあ、参考にしていただいて、はい、まあ、その場で背景お前を言っていただくということにしていただきたいと思いますんで、はい、じゃあ先にもういいですか。では兵頭さん、はい、兵頭さんお願いします。こんな感じということでね、はい、ご紹介します。お願いします。こちら堺市北区金婚館日食さん。背景、会社の先輩のお前、この間行った社員旅行でバスが解散する前に着く直前、俺に電車賃足らんから100円貸してと言ったな。俺は100円も持ってないんですかと聞いたら、たかが切符買うのに万札を崩したくないと意味わからん理由をほざいていたな。一応俺は後輩やから仕方なく貸したけど、お前は悪いな、明日会社で返すわと言ったので、次の日朝お前におはようございますと挨拶したらお前は無視したな。たかが100円と思ってるやろうけど、借りたもんはきっちり返せ。そのルーズなところ仕事にも出てるぞ。お前は孫もおるんやからちゃんとした方がええぞ。ちなみに今の券売機は1万円も使えるぞ。警具あれだす。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、これ先週やったんですけど、はい、ね、同じとこで噛みました。悔いはないです。はい、こういう感じで、はい、ちょっと皆さんにやっていただこうかなと思ってますんで。ちょっと緊張したよね今。そうそ、こんなね思ったよりおっさんが多いところでね。失礼な。失礼ですよ。いやいや、男子が多いところでね、はい、とか、まあ、リスナーの方と面と向かって読むってやっぱりちょっと緊張感走るで。そうですね。ありがとうございます。盛り上がっていただいて、こんな感じで。それでは、はい、それでは参りましょうか。今日はねステッチ上にピタッとフォワードチームのメンバーにそれぞれ背景お前をすでにもう胸の中に刻んできていただけているということですので、はい、発表に参りましょう。では誰が発表するんでしょうか。1通目です。無茶ぶりルーレットスタート。トップイエーなー、トップイエーなー。武田、兵頭、小早川、宇野、アズマッチ、小泉、サーサ、武田、兵頭、小早川、宇野、アズマッチ、小泉、サーサ、武田、兵頭、小早川、宇野、アズマッチ、小泉、サーサ、兵頭、小早川、宇野、アズマッチ、小泉、サーサ、武田、兵頭、小早川、宇野、アズマッチ、小泉、サーサ、武田、兵頭、小早川、宇野、アズマッチ、小泉、サーサ、武田、兵頭、小早川、宇野、サーサ、アズマッチ、よー、トップか。フェニックスが来たよ。フェニックス来たよ。トップバッター、アズマッチさん。マイクを置いて。では。センターマイクへどうぞ。考え中。はい。吹田市在住50歳。B 型、お羊座男性からいただきました。背景お前。今。東京の方で歌舞伎かなんかやってるお前、お前がおらんようになってからえらい
シュッとしたアシスタントがやってきたで。こいつがまた卒がないモノマネも器用にやりよる。そのせいで俺がポンコツキャラになってきてる。お前嫌いやったけどもう帰ってきて。ケーグ。オッケー。なるほどね。うんうんうん。いいじゃないですか。京都さん一発目あずまちでしたが、オッケーいただきました。最高でしたね。はあ、ありがとうございます。もう本当にもうチャルさんって帰ってくるべきなんでしょうかね。それね、ほんまね、日々悩んでます。僕もね、どう迎えようか、ね、しかも拒否しようかみたいな、ね。そうですよね。うん、武田和歌子さんは、はい、どっちがいいんですか。はい、聞きたいところだ。隠しきれない。おっと。耳塞いでこうかな。まあ、今の雰囲気で大体。隠しきれないやりやすさ。答え出ましたね。天城越えみたいな。ほんまやな。まあでもチャラさんはチャラさんでどこもあるし。そう。そうなんあれやったら、はい、俺らの番組もね、もしあ、コバヤンに来てほしいですね。なんやと、ほらコバヤンに来てほしいです。なんやと、ほらシュッとした人がほしいです。いや、奥だと俺かってシュッとした女の人とやりたいけどね。あなたに言われるスタートだね。すいません。なんや、言ってここにやいやないですか。いや、誰かもね。ちょっとバカにされた感じ。小林さん、小林さん、どういうこと。上から目線でしたね。こういうとこあるからね、ほんまに。腹黒い。腹黒いですよ。でもね、アズマッチは兵藤さん、もともと別にシュッとしたもの求められてたことなかったですよね。あ、そうなの。どっちかというと、ポンコツ。最初から最初から。そうなん。そうじゃん、ですよね。5人だけ怒ってなかったんか。あれやね、見た感じがね、うん、シュッとできそうに見えんこともないの、ね、よ。器用にね。だから、あの2、1が2、2人が4、2、3が6ってスッと言うんかな思ったら、2、5、18ってわけのわからんことに。え、お前そこ間違えのみたいな。そんなイージーなミスするときあるんですね。そうありますね、確かに、ねね、それアズマッチのいいとこじゃないですか、ね、あ、ありがとう、嬉しい。そうそうそう、はい、本領発揮。あ、ほんまですか。じゃあもうこのか、このチームでいきますよ。なんてポジティブなチームなんだ。そうですね、ありがとうございます。はい、はい、では続いて参りましょう。背景を前ピタッと無茶振りルーレットスタート。ドキドキするね。兵藤小早川宇野アズマ小泉バーカ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 。小泉だけ非常にでかく。小泉大きないですか。なんかさ宇野。おお、行ったれ男おめ、行ったれ行ったれ男おめ、男おめ行ったれ男おめ、義理のハード握手したぞ今日。シュートへとシュートも来とるんです。そうです。えとこ見しとけ。ありがとうございます。えとこ見しとけ。それではよろしいでしょうか、はい。茨城市にお住まいの40代のセレブの奥様からいただきました。旦那せこいだけ。金曜日によく会う、よく喋っている小太りで眼鏡をかけたハンチングのお前。お前いつも2時半ぐらい回ったら眠たいわ。番組2時53分まであります。眠いわな。なんでこんな眠いんやろ。それはお前が番組の間にお菓子やらうどんやらカツ丼やらいろいろ食うとるからやないか。ボロ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 こぼしとるからやないか。前で見てたらもう滑稽すぎて笑いが止まりません。もうちょっとしっかり食べて最後まで起きとけよ。ケーグ。すごい、雲が晴れて太陽が差し込んできましたよ、ね、マリア様に見えますね。キラリン。5個が素晴らしい。2時半ごろ眠たなって、はい、食いもんボロロこぼす、はい、道場さんのことですか。違う違う、何を言う。2時半ごろ眠たなるって道場さんのことじゃない。朝やってはるから、はい、あれそうかな。
長女さん、あんまハンチング被った記憶はないですけど、小太りのでもないですね、小太りじゃない、小太りで眼鏡かけたわしのこと今気づいた、はい、今気づいた、気づきましたちょうど眠たなるってないですか、あります、ね、あります。いや、それ武田和歌子さんに言うてほしかったわマッチやったらなんかお前ら二人終わってんなみたいな感じになるやん50代どうしたってね。いや、あの兵藤さんの番組の途中にいつもカツ丼が、はい、運び込まれててますもんね、食堂からね、食堂からのアルバイトの女の子がね、そうでした、そうでした、はい、あれを食べながら、はい、この間だって道場さんのうどんもすすりながら背景を見た、うまかったカレーうどん美味しいね、あれはね、あれ定食にしましたカレーうどんとカツ丼、はい、最高ですね、お腹減るんですよ、はい、みんなそうでしょ、そうです、お昼ですもんね、だからこれがラジオの時だけであってタイミングが、はい、でもね、あの数頬張りながら放送してるわけじゃないんで、ちょっと待ってください、言わせてください、はい、食べるのもその例えば放送に乗る CM が間もなく終わります、普通は、ま、10秒前ぐらいには全部ごっくんして、うん、もう5秒前から食べ始めるからね、あの放送が始まる5秒前から食べ始めて、はい、私がこう放送のカフを上げてる時にまだうんごうんごって言っててで喋り始めてごっくんして喋るでしょ、そうです、あの僕ほんまミッションすごいんですよ、だから僕あだ名007って呼ばれてるんです誰も呼んでない、誰も呼んでない、エリちゃん言ってなかった、言うたことないです、そんな男なんです、サーサさん僕どこに向けてアピール、どこに向けてアピール改めて自己紹介、はい、サーサがあニコニコニコと笑ってくれてますけれども、ABC ラジオがお送りしている ABC ラジオ祭り、今日この時間は武田和歌子もほわっとお届けしています、背景お前のコーナー、あ、もうあっという間に、あら、え、今のがラストですか、早っ、早い、もう一回あずましさんの言ってもよかったんです、いや、なんでやねん、前はなんでやねんごめんなさい、スタンダードのツッコミABC ラジオ祭り万博記念公園下の広場からお届けしています、とホワーっとの番組コラボレーション、創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015、武田和歌子もホワーっと、万博記念公演生放送ステージからお送りしています。創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015、武田和歌子もホワーっと、万博記念公演生放送ステージからお届けしております。さてさて、この時間ですが万博記念公演のお祭り広場と中継がつながっています。リポートは日曜夜6時からお送りしていますチアーズ辰夫さんと小塚舞子さんです、よろしくお願いします。危ない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 、いえいえ、はい、こちら辰夫です、危ないですよ、小塚舞子です、私たちは今お祭り広場内にありますスバルのブースに来ています。こちらではぶつからない車で話題、スバルの運転支援システムアイサイトのプリクラッシュブレーキが体感できるイベントを行っています。いや見てくださいよこちら、これもうぶつかる、はい、危ない、ギリギリで止まるんですねこれ ね、 ね、外から見ててもちょっとびっくりしますね、ねえ、まあ、先ほど僕ら体験させていただいたんですが、はい、そうなんです、あの20メートルくらいの体感コース、直線のコースがありまして、はい、その最後に前方車、あの車をイメージした大きな壁があって、そこに向かって実際に運転するんですが、アイサイトが人の目と同じようにその大きな壁を認識して自動で止まってくれるんです。これすごいですよ、あの思ったよりスピード出てるんですよね、はい、出ました、それがギリギリでキキキーと止まるんですから、はい、嘘みたいな話ですよこれね、ドキドキしましたよ ね、 ね、いやほんでね、担当者の方に聞いたんですが、はい、これあの居眠り運転とかには最適、ああまあうっかりね、そうや、あかんよ、あかんことやけど危ないやんか、はい、まあ、そういうのも予防にもなるし、はい、やっぱあの渋滞、高速道路なんか、そう、渋滞の時の運転も助けてくれると、はい、小瀬は免許証持ってるの？私免許持ってないんです、でもあの隣に乗ってて渋滞中大変そうやなっていう気は一応使ってますよ、使ってますか、はい、いやでもほんまにね、渋滞はアシストしてくれてすごい楽なんですよ、もうやっぱ未来の車に近づいてるなって感じてますね、はい、そのアイサイトなんですけど、うん、スバル車の 80% にも搭載されていて、うん、アイサイトの搭載車販売台数が30万台を突破しているんですって、これね全部の車につけてほしい、もうシートベルト感覚でつけてほしい、うん、安全ですからね、そうですね、いや
これね、ほんまに乗ってみて初めて分かるこれ魅力なんで、ぜひとも体験していただきたいなと思います。はい、スバルさんのアイサイトのプリクラッシュブレーキが体感できるイベントは、16時までスバルの体感ブースステージを向いて、左側の後ろ側ですね、そこで行っております。はい、そして体感してアンケートに答えていただいた方にはぶつからないミニカーをプレゼントしていますので、これ俺欲しいわ。いや、ちょっと見てみたいですよね。はい、本当にぶつからないのか。うん、はい、ぜひ皆さんスバルのブースにお越しください。以上、お祭り広場内にありますスバルのブースから達夫と小塚舞子がお伝えしました。達夫さん、小塚舞子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。兵頭さん、私もこのね、スバルブースにスバル先ほど試乗してきまして、あ、僕も前は通りましたけど、通りました。おうおう、もうたくさんのね、お客様並んで、はい、本当に乗ってて係の方がアクセル踏んでるんですけど、目の前の車の前でピタッと止まるんですよ。エンジンかかってないんじゃないですか。いやいやいや、それ動いてないだけでしょ。エンジンかかっててすごいな。だからすごいんじゃない。いや、エンジンかかってんのに踏み込んでんのかな。いや、でも今車ってすごいよね。すごいですよね。だからこうね、運転というのはずっとあるけどね、そういうのでやったら、うん、すいません、ええこと言おうまた台本落としました。大丈夫です。神様が、話題の神様がやってきてくれる。ぜひ皆さんも体験していただきたい。そうです、うん、ね、この後4時までやっているそうですので、はい、ぜひ皆さんもびっくりしていただきたいと思います。はい、さあでは参りましょうか。はい、この時間は武田和歌子もほわっとお送りしています。続いてはこちらです。理想高尾の恋はジェットストリーム。皆様、本日は恋愛航空1008便切ない方思い発素敵な両思い行きをご利用いただき誠にありがとうございます。私、機長の理想高尾です。ここまで呼んで気づきましたが、これ小バッチが読むことになっています。いいんですよ。いけはったなってずっと思ってたけど、いいんですよ。だってフォアットのコーナーだから。あれ、副機長、何、理想高志、誰、パ、小早川、間違えました。私、理想高尾です。すいませんね、小バッチ。いきなり立ち上がるから何それしか思いましたよ。俺出番やろ思って立ち上がったら、はい、宇野さんとエリちゃんに早く座りなさいって言われたから。すいません、小バッチの仕事を奪いました。いえいえ、機長の理想高尾さん、ありがとうございます。で、理想高志は誰なんですか。私、副機長の理想高志です。よろしくお願いします。このコーナーは恋愛でのテンションの上がる一言、妄想、体験談、どちらでも結構です。リスナーのあなたにお届けしていきます。本日も素敵な恋の旅、お楽しみください。さあ、フォアットの中ではですね、理想高尾機長が機長が無機長、無機長ダサいですね。副機長がなんかものすごいやり手の、はい、やね、でしょ、ね、これですよ、もうそれをさらりとやるのが腹立つよね。腹立つでしょ。まあ、生まれ持ったよ。もうこの際背景お前忘れてもらって。あ、そうかそうか。はい、これはジェットストリームですが、はい、兵頭さんが機長理想高尾で、はい、キャビンアテンダントに宇野さん、そして、花ボーイングの小泉花代さんがいらっしゃるということで。ちょっと待って、ちょっと待って、リスペクト、リスペクト。すごいさらっとかっこよく言うからだし、聞き逃し。花ボーイング。花ボーイングじゃないです。ボーイングだけ。花ボーイングがね、今もう離陸しそうでしたけど。飛び立つみたいなね。ブラックブラック、一瞬聞き逃してた。シュッとしてるから聞き逃すよ。そうなんですよ、かっこいいフレーズ言うてはるだけと思ってますよ。皆さんおなじみのコーナーですけれども、はい、リスナーの方から普段はね、シチュエーションと一言を送ってもらって、その評価を、まあ、3段階でいただきますけれども、そして機長の理想高尾さんからファーストクラス級の一言も、そうですね、合わせていただけるということで、僕がバチッと決めますので、皆さんもう帰りにすぐにね、スナック行って使ってください。はい、行きつけあるでしょ、どうせ。日曜にね、僕もありますから。年齢合わせましたね。はい、スナックですよ。キャバクラはしんどいですもん。はい、さあ、今日は使えるネタいくつ持って帰っていただけるんでしょうか。はい、リスナーの方からいただいた、まずは一例をお聞きいただきましょう。箕面市のラジオネームガブリエルさんからのメールですね。別れた恋人に30年ぶりに会って一言、君のことは思い出したことはない、だって忘れたことがないんだから。青い水平線。あ、
呼び方がやっぱり違う。京都さん、何ですか？なんか理想高尾がベロをペロペロ舐めてらっしゃいます。乾いてきました？喉の渇きが半端ない。お水を大至急。なんだこいつは。超神聖が現れたじゃねえ。このコーナーこんなコーナーやったかなっていう、なんかこんなムーディーな感じで、ちなみに佐田さんは今みたいなこと言われたらどういう感じになるの？いや私もねずっとペロペロしてるんで、あ自分のことかなって一生思いましたね。めっちゃ怖いてきちゃった。緊張してるんですよ。そうそうそう。でもあんまりないからねこういう、うん、さあさこんなに表動作このふわっとね宇野さんも可愛らしい雰囲気なのに、うん、もう中身完全に男ですね。おっさんなんです。そうなんです。そうなんです。実はこう見えてそうなんですよってなんか胸張って言うのもおかしいですけど。今日もし当たって発表するのは、うんはい、これだけ聞いておいていい？はい、あの実体験それか妄想？妄想ですね。お、これはだいぶ来ますよ。何テンション上げてんの？あそこの池の白鳥が全部こっち向くぐらいの。そう、楽しみにしてあげて。ただその乙女チックな心があんまり分かっていないので、ちょっと楽しみ。誰が当たるんやろう。まあやどきどきですね。で合わせてあの機長からのファーストクラスの評価も合わせていただけるんですよね。これはダメですね。はい、ダメですよ。任せてください。マイナスいくことが多いからね。なんかやばいね。そんなことないですよ。今日は決めますよ。では参りましょうか。はい、ではピタッと特製無茶振りルーレットがここからも活躍します。答えていただきますのはルーレットで当たった方です。当たった方はホワットで行っているようにシチュエーション、テンションが上がる一言をそれぞれお答えください。そのジャッジは機長の理想高尾さんにいただきます。では参ります。ピタッと無茶振りルーレット。小泉、兵道、サーサ、小早川、小泉、サーサ、小早川、武田、アズマ、兵道、小早川、アズマ、小泉、サーサ、兵道、小早川、アズマ、サーサ、小泉、兵道、サーサ、武田、アズマ、小早川、サーサ。それは下から妄想だよ、妄想。ライブをしてヘトヘトになって家に帰ってきた時に言われてみたい一言。ステージで一番輝くお前やけど、寝てる顔が俺は一番輝いて見えるよ。よだれがね。ファーストクラスです。言うことはありません。はい、やりました。よだれがね、ちょっと甘いんじゃないですか。ちょっといつもやったらあれそうですか。やったらなんか普通ってエコノミーで言いますよ。いや言いますね。いやいや、佐々さんのその足が小さいっていうのが可愛いなと思って。えそこえ聞いてました。ちゃんと聞いてましたよ。だからよだれってつけたんがやっぱりいいんですよ。いやさっきドーン来たから、あやばいと思って。あのやっぱりちょっとこう可愛らしさの中にちょっとこう笑いを入れるっていうのね、うん、それをおかしいと、それを僕日頃言ってるんですよ。優しいわー。サーサファンとしてはね、はい、サーサファン初めて聞いた。初めて聞いた。僕はあの家ですよ、柔軟剤はファーファーですから。サーサー意識してファーファー使ってますから。サラサとかね、音感だけじゃないですか。ねえ、もうこれファーストクラス。あ、いいですか。マジですか。直しようがない。直しようがない。直すのがしんどいから逃げたでしょ。そうじゃない。絶対さ、じゃあ一応じゃあ一番さらに良くなるっていうの。そう、ここからここから加えてさらに良くなる。何が輝いてるんだ。ファーストクラスのさらにいい席よ。さらにいい席なんやねん。逃げに走りましたから今。では機長にお願いいたしましょう。はい、ではシンガー疲れて家に帰って言われてみたい一言です。ライブで一番輝いている顔を見るけど、お前が家で寝てる顔が一番輝いてるように見えるよ。だけどその笑顔を俺が独り占めしてもいいのかなって時折思っちゃうんだよね。青い、ぜひスナックで使ってください。これはスナックですぐ行け、すぐにすぐに今携帯メモってください。ありがとうございます。こういうことですよ。でも今のはもうさすが機長ではないですか。どうですか、ね、うん、いやえ宇野さん、はい、どうですか今のは。いや、最後のくるっと振り返ったの顔は何？ドヤみたいな。違う、今やでって、今やでって合図やん。青いって鳴らしてほしかった。
した。誰がこっちに向かって決めよう。宇野とエリちゃんに2人どうやみたいな。中1ぐらいのお客さんがエコノミーって言ってました。構ってこい、手に立ってなーしてるわ。そうですね、童貞には持ち込めると思う。ではどんどん参りましょう。ピタッと特製無茶振りルーレットスタート。さあ誰やろう。うまさだけだ。さあ誰かさんだ。誰かさんだ。聞きたい聞きたい。レッツゴー。小泉。わーい。頑張れ。付き合った経験2人。付き合った経験2人。頑張れ。デートをしてて門限が近くてもうすぐお家に帰らないといけなくなった時に、家の前で言われた一言、もう門限気にせんでいいように一緒に住もうか。青い、すごい。あの貨物室ですね。貨物貨物エコノミーって新しい人間人間ベルトコンベアで出てきてください。いやいやいや、嫌ですよ。もう前それ放送で言ってたやんか、そんな感じのこと。前はあの部屋やったやん。部屋やったけど前はシチュエーションが違いますもん。あれやめて。えこのだから一番言われたいことです。これが一緒に住むっていうの。はい。どうなんですか、女性は言われたいもんですか、一緒に住むなんて。まあそれは言われたいですよね、うん、そう言われることがあまりないと、うんね、やっぱりなんか駆け引きよりもストレートにバンと言われた方が楽なんですよ。楽めんどくさくなってくる。めんどくさくなるんです。もういろいろメールのやり取りとか、うん、そうなん、はい、ちょっと貨物室からランクアップさせてくださいよ。お願いしますよ、ね、ちょっと。では機長にお願いいたしましょう。たたずまいがかっこいい。もうそろそろ家に着くけど、車乗った時から言おうと思っててんけど、コートの端がドアに挟まってんねやんか。それ直すために一緒に住まへん。ならへんならへん。ライドタイムが全然青いが流れなかったですね。ほんまにあかんときは流れなかった。誰もほんまにあかんとき今までないんですけどね。あかん、ほんまにあかんとき。もう一丁おかわり、おかわりよ、もう一丁。おかわり、新しめてください。もう一度飛びます。はい。もうそろそろ家に着くけど、車乗った時から思っててんけど、 リクライニング前すぎひん。そんな体勢でいつも家におるんやったら、もっと楽な椅子紹介するから一緒に住まへんねん。あいや、あいや、我慢できなくなっちゃったみたいです。なんですか、家でずっとそんな体勢ってどういうことですか。車でしょ、それ車。車で前に過ぎてる女の子とかおるでしょ。はい。そういう子にもっと楽な椅子があるよ、そうやったら一緒にリクライニングしようよという。いや、それが楽やからその位置で座ってはるんじゃなくて、それだからそれを知らんということで教えてあげるとためにこう一緒に住まないかということやねん。語尾強い。何怒ってんの、何怒ったことやねん。2回もやらされたから怒ってる。これをこのレベルで思ったらファーストなんですけどね。今のファーストですか。ファースト4回分です。でも機長独断やからな。そうなんですよね、絶対門限気にせんでいいように一緒に住まうの方がグッときますよ。拍手で決めたらええやん。おっ、どっちが良かったかねえ、行きましょうか。だから門限あるから一緒に住もうという方。おお、6人、ね、6人。ちょっと待って、カウントがおかしいです。僕のリクライニングが良かったと思う方拍手。8人。勉強してこい。まさかこの人14人しか来てなかった。14人、皆さんありがとうございます。ではまだまだいけますか。はい、ではいきます。無茶振りルーレットスタート。誰やろう次。兵道しか出てない。竹田、
こういうのあんねや。片思いの彼と好きなお寿司のネタベスト10を喋っていた時、ふとした沈黙で一言、それやったら今度一緒に行かへん？一泊二日淡路で。青い会場鳴り止まない拍手ありがとうございます。これは本当にメインの方に申し訳ないんですけど、はい、登場拒否ですよね。めちゃめちゃ良かったですよ。ちょっと本当ドキッとした。冷静に考えて、はい、付き合えてるとかいうか、はい、ラブラブのカップルがお寿司好きなネタベスト10言い合う。そういうね、そういうどうでもいいですやん。最終的に一泊二日で淡路行こうって、これおっさんのかよ。ホテルニューアワジに行かなしゃあないですよ。これただね、おっさんがよう言うやつやん。いやいや、そうなんですけど、これ淡路が出てきた時点で、うん、これ実話やと思います。ここ大事ですね。というわけでファーストクラス、ガッチさんとの実話やと思います。これはファーストです。そうなんですよ。すいません、本当に見事ファーストクラス獲得ですが、甲子園の借りやったんですかね。このまま行こうかと。素晴らしい。でね、ファーストでございます。汗かいた。これランクアップはどうしましょう。大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。あのいいですか。僕も本当にそんなに天才肌でもないんですよ。あれ？これまあこの弱音吐いたあれですけど、本当にアドリブでやってるわけですから。あれ、なんでハードル下げるんですか。いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。いいんですか。鼻が膨らんでる。いや僕あかん、今思い出すもうあかん。寿司やろ、寿司ネタやろ、はい、ごめん、面白いと思ってること今下ネタしかないわ。え、お寿司から下ネタ。俺のネタかとかわけのわからんことです。ここカットしていただいてよろしいですか。はい、終わりました、はい、最低、はい、ではもう一回参りましょう。ピタッと無茶振りルーレット。さあ誰誰、あと出てないのは、うまふけのトイズミ、うまふけのホヤカトイズミ、アズマッチ。やっぱりスターリーが当たることよ。ルーレット、もう一打席決めてよアズマッチ。添右衛門町にあるぽっちゃりキャバクラで一番人気のゆいちゃんに5000円の唐揚げタワーを食べさせてあげた。その時の彼女の一言、アズマッチの唐揚げタワーはどんな味？カレー好き。出た。悲しいな。ゆっくり立ち上がりました、ひまほさん。今日はね、その時のゆいちゃんに来ていただいておりますから。いいです、唐揚げもっと食べたい。源氏名ゆいちゃん、最近神戸小野博美、よろしくお願いします。その説はどう思う？怒るとこです。やっぱりね、おっさんはちょっとそっち行ってまいりますね。行ってまいります、ごめんなさい、すいません、ね、子供もいてんのに。ほんまや。そうですよね。いやでもさっきエコノミー見た子は拍手してましたよ。大ファンやな。そういうの好きな、大ファンやな。ちょっと下ネタですよね。すいません。でもこれファーストクラスに分かりますか。あげないと。ここはもうアズマッチファーストクラス乗ってもらう、はい、すいません。市長お願いします。そのゆいちゃんにフルーツ盛りを食べさせてあげた。フルーツ盛りを食べたゆいちゃんが僕にこう言った。フルーツ盛り、盛り、盛り、夢は盛り盛り、森脇健児さっきそこ歩いてたで。ライオンタイムなの？これぜひキャバクラで使ってください。確かに。次はキャバクラの方ですか。なんてやっぱ森脇健児さんの先ほどあるの、それはちょっと入ってしまいました。いらっしゃいましたね、サングラスかけてね、はい、もう本当に陸上選手みたいな風貌でした。この装備でしたね。もうストイックもすごかったです。そうでしたね。あ、エコノミーだそうですよ。エコノミーって言われてますよ。厳しい。
君でも夢はモリモリ知らんだけやと思うわすごかったもんね、いやでも楽しかった。ああよかったですね、リスペクトの思いが少しでも伝わったら嬉しいです。このコーナーの締めはまた DJ でやってほしいぐらいやわ。聞きたい聞きたい。はい、かしこまりました、皆さん素敵な旅ありがとうございました。リゾータカオの恋はジェットストリームお届けしました。創立65周年記念 ABC ラジオ祭り2015、武田若子も、武田若子もほわっと。 ABC ラジオ祭り2015、武田若子もほわっと。万博記念公演生放送ステージからお送りしています。あっという間の公開生放送、もう終わりなんですね。そうなんですよ、もうあと残すところ5分という時間になりました。そうなんですよ。そしてここでですね、お客様をお招きしています。資生堂トップヘア&メイキャップアーティストの西島悦先生です。どうぞ。お願いします。大きな拍手を。どうもこんにちは。お願いいたします。西島悦さんはですね、はい、この兵道大樹のほわっとええ感じのコーナーの中で、うん、この資生堂のコーナーがございまして、はい、そこで美代子の弟子として、はい、そうです。美代子の弟子、今エリちゃんですね、はい、今は小泉エリちゃんなんですけど、エリちゃんよりも素敵なあの美人の美代子という師匠がいまして、はい、で西子は弟子です。はい、弟子です。で、あのいつも放送ではあの素晴らしいですね、女性が綺麗に保てるね、綺麗さを追求できるいろんな商品を紹介していただいてて、はい、そういうことです。そのヘアメックキャップアーティスト、はい、いやキャップがちょっとどこのキャップかな思います、資生堂トップヘアメイキャップアーティスト、はい、ありがとうございます。すごいんですよ、1万2000人の頂点の方です。いや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 、トップの方です。皆さんがよく女性でございます。そう、よくご覧になる資生堂のこのポスター、モデルさんのポスターありますよね、貼ってあるポスター、ね、あのメイクされてます。タレントさんのヘアとかメイキャップを担当されているんですね。はい、はいはい、で今から3時からかな、はい、3時からです、ね、はい。その西子があの今日は講演をしていただく、講演というか、まあ、こうしたらいいよ、出張のメイクですね、はい、メイクアップ術ということ で、はい、あのあちらのお祭り広場の方のステージの一番反対側、うん、太陽の塔の方ですね、はい、そちらの方に資生堂のブースがありますので、はい、3時からそこで出張の、ね、メイクアップ、はい、これグッと今メイクをしたよりもっと綺麗になれるメイクの仕方っていうのがあるんですよ、はい、本当にさらに綺麗になって帰っていただけるというね。何でした、何バランスでした。えゴールデンバランスです。ゴールデンバランスというのがメイクにあるんですって、はい、2ミリちょっと動かすだけでメイクがグッと変わるというような、そんなお話も、はい、あのしていただきますので、はい、3時になりましたらまたあの資生堂さんのブースの方に来ていただきますと、はい、ぜひぜひ、はい、ひょうどさんもうどんさんもいますので、ね、はい、美代子ちゃんも登場しますからね、はい、実際にメイクを見てもらって、はい、モデルさんに登場してもらって、はい、こうするとメイクが上がりますよと、はい、でその時にプレゼントもご用意させていただいておりますので、はいはいはい、これ抽選になりますので整理券が必要になります、はい、この整理券は資生堂さんのブースの前で2時445分から配布となります。先着100名様です、はい、100名様で抽選で10名の皆さんに素敵な商品が当たりますので、はい、ぜひこちらの方も整理券を受け取っていただいてご参加いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあもうピタッと&ホワットの、はい、コラボレーションももう間もなくフィナーレです。兵道さん、はい、もう本当に今日は胸いっぱい腹いっぱい、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。よかったです、はい、あの65周年という ABC の創立のね65周年のお祭りということもありまして、はい、今日はあの兵道さんにお召し上がりいただいた多分お弁当も、はい、とんかつがもうドスンと乗った、ドスンでした、はい、でしたよね、はい、ほんであのエビフライも入ってますし、唐揚げもあるし、そうでしたね。宇野さんはちょっと息って半分残してましたけど、ね、食べられへんって嘘ついてましたそれは赤っきっちり僕は食べさせていただきました食べられへんわけないわなっていう、ね、2個目を残したね、2個目を残したどうもすいません本当に。ぜひあの小泉さんもこうして ABC ラジオ祭りをお越しいただくの今回初めてですので。そうなんですよ。皆様へメッセージをお願いいたします。やっぱりあの普段この3人で喋らせてもらってるので、はい、このラジオでどれくらいの方がどんな方が聞いてはるのかなっていうのがちょっと気になってたんですけれども、はい、あの思ったよりも私は鼻がでかくないということが今日分かっていただいたと思いますのでね。はい、綺麗ですね。ありがとうございます、ね、さらにちっちゃくしていきたいと思います。これからは向こうの方で誰か殴られてんのかのようなビンタぐらいの拍手でしたけど
けどね鼻が小さく大きくないですっていう、ね、みんな大きいと思ってるんですよ大きいと思ってるんですかね、はい、よろしくお願いしますさらにビッグになっていきたいと思いますはい、ありがとうございました宇野さん もうこうして下の広場に今日もたくさんの方にお越しいただきました本当に、はい、昨日から、ね、雨がひどかったので、今日はどうなることかと思いましたけれども、こんなにたくさんの方に来ていただきましてで今日は今回は兵藤さんと小泉えりちゃんも初参戦ということで初めてこのラジオ祭りでほわっとええ感じのメンバーが3人揃って出演させていただいたの でまた来年もねこうやって3人で並ばせていただけるように皆さんも応援していただければと思いますよろしくお願いしま す、ありがとうございましたありがとうございました3人から西子もやりますんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますでどうでした僕らとやって逆にいやあっという間でしたお前か1時間でやっぱ足りないです ね、今後ねいろいろシャッフルしていきましょうよあいいです ね、あの子が欲しいあの子が欲しいスタイルで、ね、やりましょうやりましょうか小林をください小林をください小林欲し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 い小スタッフさんくださいあそれはちょっと宝物なんでやり取りをまた番組を通じてさせていただければなと思います、はいはい、今日は皆さんたくさんお越しいただき本当にありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたまだまだお祭りは続く、